A イコール74の、マイナス13ですか。それで、乗代標準形を求めるって問題です。で、ファイ A ラムダは、なんだっけ、ラムダマイナス7マイナス41プラス4ですか。大丈夫か、なんか恐ろしい、合ってるかな。ラムダ引く10ラムダ25ですか。あ、待って、恐ろしい、ラムダマイナス5の事情ですね。だからで、ちょっと注意すると、あまり証明はしてないんですけど、もしも重根を持ってて、こういう方程式が重根を持ってて、まあ、こういう値が重根って言えばいいんですか。で、対価ができたら、もうそれはその5倍の I2 だというふうにあって、そうじゃないですから。それで、で何やるかというと、A 引く5倍の I2 をまず計算します。24マイナス1、マイナス2ですか。これ24とマイナス1マイナス2が平行だから、また2マイナス1と4マイナス1って平行ですね。だからこれいいですね。行列式消えてるっていうのは見えますね。これでですね、でまず P1 イコール10でいいですか。どういうふうな基準でやったかというと、これ今から P2 ってするんですけど、 A マイナス5倍の I2 の P1 ですね。これそうすると10だから、2のマイナス1ですね。これノット0というのが条件ですね。でそれでいいですか。それで A マイナス5の5倍の I2 の事情、これケーリー・ハミルトンから O2 ですね。ですから、P に A マイナス5倍の I2 をかけるというのは、 P にかけるというのはこれの事情の、P2 で、これ0行列かけてることになりますから、これ0ですね。まずだから1番目は、 2番目って言った方がいいかな。 A に P2 かけたら5倍の P2 だ。まあですから P2 は2マイナス1はこういうベクトルになってます。であとはこの式からA 倍の、これ1番目にしますけど、 A 倍の P1 はここにありますけど、5倍の P1 足す P2 ですか。で A に P1P2 かけるというのは5倍の P2 で5倍の P1 足す P2 で P1P2 に何だろう、50、何やってんだろう、ごめんなさい、ちょっと嘘です。5倍の P1 プラス P2 で、これ5倍の P2 ですね。それで51と51かけたら5倍の P1 プラス P2 ですね。それから05かけたら、5倍の P2 ですね。合ってますね。ですからより、AP は P のこうですね。で、ここでは証明しなくて、次の問題5で示すんだけど、P は正則、一般論から正則になりますから、正則となるんで。
ちょっと場所ないからこれ P インバース AP が5015になります。いいですか。ちょっと補充問題だけど、今日は回答してそのうちやりますけど、さっきのちょっといい感じですけど、グジーダッシュ T エーターダッシュ T がこの5015ですか。これちょっと自分で解いてみてください。いいですか。まあだからエーターダッシュ、まあグジー T がまあちょっとだけやると、これグジーゼロのE の 5T ですか。でそうするとどうなんだっけ。エーターダッシュ T が求めるんだけど、これグジー T だからまあ、5倍のエーター T プラス、なんか変なその非正事項が出るっていう問題ですね。でこれを解いてみようってわけです。ヒントは E のマイナス 5T のこれの微分を計算していこう。それだけで十分です。ちょっと計算してみましょう自分で。これはちょっと今日はやんない。